だが勝ちはした。苦情は後にしてくれ。姿形は関係ない。俺の平穏と静寂を乱す者には容赦はしない。ユースです。次の任務へ向かえ。待て、悪いが今日は休暇を取らせてもらいたい。怪我はないか、ジータ。よし、ジータ。やるじゃねえか。すごいです。イエーイ。どうでしたか、私の戦い方。ユーステスさんが褒めてくれたら自信がつくんだけどな。ユーステス、次の任務へ向かえ。待て、悪いが今日は休暇を取らせてもらいたい。怪我はないか、グラ。やれやれ。おーい、さすがグランだな。この調子ですね。相手してくれてありがとう、ユーステスさん。僕の戦い方どうでしたか。だが勝ちはした。苦情は後にしてくれ。何度立ち上がろうともまたフラメクで焼き尽くす。もう玉切れかい。まだまだ若いのに意外だな。狙いは的確だったが少々持久力不足かもね。でもナイーブな君のマジ顔が拝めたのは良かったよ。状況は？たった今完了した。祈祷する。何が起きようとも俺は変わらず平穏と静寂を望む。脆弱。多様な玩具で遊んでいるから愚劣だという。月も夜が掌握せしめるのは時間の問題よ。ユーステス、次の任務へ向かえ。了解した。調停者。たとえ世界の正義がお前にあろうとも、もし団長に背を向けるなら、その時お前は俺の敵になる。よし。おっと。さあ帰ろう。君の覚悟しかと受け止めた。君ならばきっと力に飲まれることなくこの先もみんなの助けとなってくれるだろう。たった今完了した。祈祷する。瞑想か。耳にしたことはあるが実践者が身近にいたとはな。よければ俺にも教えてくれないか。未だ見えぬ高み。銃と短剣を巧みに使い分ける戦闘術、とても刺激になったわ。ありがとう。私まだまだ強くなれる。ユーステス、次の任務へ向かえ。了解した。お前の理想に反対はしない。だが俺は俺の望む平穏と静寂のために戦う。これからも変わらず。見定めよう、我が槍の行方。平穏を求めるのは私も同じだよ。もっとも平和であるなら少し騒がしいのも嫌いではないけれどね。ユーステス、次の任務へ向かえ。了解した。別歩。
そうか。よしよし。ベッポやモモに随分と気を取られていたようだが、次はちゃんと訓練の相手をしてくれよ。随分手間取っていたようだが。だが勝ちはした。苦情は後にしてくれ。さすがの腕だな。お前がそばにいるのならルリアは安全だろう。ここまでだ。むやみに命を奪うことは私もしたくない。さすがに手ごわいだが、いい経験になった。礼を言うよ。状況は？たった今完了した。祈祷する。多彩な軌道からの突入と攻撃、迎撃の難度が桁違いだった。訓練メニューに追加しておかなければならんな。当然の勝利であり。こ、決まらなかったであります。青少銃すらほふる雷を放つ銃、大変に貴重な経験をさせてもらったであります。状況は？たった今完了した。祈祷する。ランスロット、お前のスピードは大したものだ。だがフラメクから逃れるのは難しい。我が双剣で祖国を栄光に導かん。さあ手を。一瞬も気が抜けなかったが、有意義な時間だった。それに一皮むけた手応えもある。よかったらまた相手をしてくれないか。状況は？たった今完了した。祈祷する。遠征パーシバル、力の伴った理想は強い。お前の作る国はいい国になるだろう。話にならん。出直してこい。噂通りの実力だった。お前も俺の作る国にと思ったが、受け入れる玉ではないか。状況は？たった今完了した。祈祷する。独特の動きと狐尾が組み合わさって目くらましになっている。視覚に頼りすぎては渡り合えないな。して尻尾の毛も逆立ってもうた。毎度こないになってたら耳の手入れも大変とちゃう。状況は？たった今完了した。祈祷する。組織の女性を紹介しろだと。そうだな、イルザあたりは馬が合うんじゃないのか。俺は何の責任も取らないが。へへん。あんたみたいなクールガイっつうのか。今時の若者って感じだが、かっこいいよな。血とジジイと交流していかねえか。ユーステス、次の任務へ向かえ。了解した。飛翔術か。人としては稀有だが、青少獣には飛行タイプも多い。だからフラメクからは逃げられない。もっと強くなったらまた遊びにおいで。あんたマジでイケメンだからさ、特別にいつでも再戦を受けてあげる。待ってるよ。ずいぶん手間取っていたようだが。だが勝ちはした。苦
苦情は後にしてくれ。カジノ艇デュエルか。あいにく騒々しい場所は好きではなくてな。自分から行くこともないだろう。世界で一番大切なもの、あなたは知ってる？それはね、空より広い愛よ。その胸に秘めた情熱と愛、確かに感じたわ。団長さんの旅路を支える仲間として本当に頼もしい人ね。ずいぶん手間取っていたようだな。当たり前だろう。さすがにタフだが大丈夫か。どこか調子が悪ければ言え。さらばだ。今回は俺に運が向いたらしい。これからも学ばせてくれ。状況は？プラクティス終了。大きな一撃に気を取られて手元をおろそかにするな。もっと間合いをコントロールしろ。聞いているのか？やれやれ。さーて、次の任務はっと。やった、ユーステスに勝利。レポート書いたらベアに自慢しよっと。サイクローだ。いやー、いいところまで行ったんですけどね。次に行きたいですね。ずいぶん手間取っていたようだな。だが勝ちはした。苦情は後にしてくれ。フラメクと電キンナギ、どちらの電撃が強いかだと。低音と静寂的をもたらしいな。てな感じでどうよ。つつましく生きていきますか。俺らもいつまでもはしゃいでいられねえしな。目指すか、鉄さんみたいなクールガイを。目指そうぜ、無口系キャラ。鉄さんの部下とか出島にあげなんすけど、組織ってバイトとか募集してません？だが勝ちはした。苦情は後にしてくれ。他の封印武器と同様、フラメクもその詳細は機密事項だ。軽々しく明かせるものではない。封印武器、フラメクの雷か。ゼータとバザラガの獲物よりさらにぶっ飛んだ代物のようだな。さて、それじゃ一晩そいつを貸してもらうぜ。